こんにちは。こんにちは。よいしょ。大和さん、たい焼きありがとうございます。チャレンジからね、無料のたい焼きがもらえますので、皆様無料のたい焼きさんを、私の配信を数秒見てからもらってきてください。こんにちは。ブライダル衣装生写真ポチった？ランダムなのに。ミキヤくん、たい焼きありがとうございます。コナンさんもたい焼きありがとうございます。こんにちは。今月の生写真はね、ウェディングドレス、ブライダル衣装ですね。公式 LINE に通知来てた。 Twitter にもあったか。こんにちは。6月なので結婚。LINE 登録してたら LINE で来るんですよ。生写真発売開始って。ケンさん、たい焼きありがとうございます。ブライダル衣装、やんやん。たい焼きありがとうございます。こんにちは。そう、たい焼きはね、無料の分がチャレンジってところからもらえるから、もらってきてください。なんか和菓子イベントやってるみたいなので、20匹。こんにちは。お、マウンテンゴリラさん、ありがとうございます。そう、20匹もらえるから、20匹もらっていってください。おてもちゃん、ありがとうございます。ほずみさん、ふくらごはんさん、ゆずたさん、ありがとうございます。いやるさん、ありがとうございます。20匹たい焼きはどこから食べますか？しっぽ。明石のかねじいさん、ありがとうございます。あきやんさん、ありがとうございます。ベホゲナさん、コナンさん、ありがとうございます。たい焼きはしっぽかな。まあ適当だけどさ、開けた方が顔だったら顔から食べるけど、袋を開けて。でも尻尾の方ってさ、あんまり詰まってないじゃん、クリームとか。甘い、甘い。スルーパーさん、甘いギフトありがとうございます。
クリーム派です。尻尾ってあんまりさ詰まってない、顔は結構ギリギリまで詰まってるけど、わっピチ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 、たい焼きか、あいこしがオードリー春日さんになりたくて STU の若林さんを探していました。え、じゃあ私若林さんになる。なんで、こんにちは、なんでオードリーさんなんだろう。こんばんは、くんさん、たい焼きありがとうございます。ドラマ？あ、ピンクだからってこと？ピンクだから春日さんなんだったら若林さんむずくない？何？若林さん何色着ればいい？私も春日さんでいいかな。センター分けそうなんだっけ。私も春日さんやるって言っといて、アイコに「さあメイクしようかな、今日はレッスンが長いのでメイクして少しでもモチベを上げよう」。鏡に映る自分がね、すっぴんよりもメイクしてる方が良いのでね。今日長いですよ、6時間ぐらいありますから。何時までかは言えないけど、アイコって言ってるね。6月のランダム生写真過去一ってくらい良くないってね、みんな言ってる。売り切れそうだね、久しぶりに生写真すぐ。みんな可愛いもんね。生写真ってさ、なんか少し前、1年半とか2年前とかめっちゃすぐ売れてて、生写真今回すぐ売れそう。でもランダムだからね、推しがたくさんいる人とかは海外があるだろうけど、引きが全身がいい。私のさ引きさ背高いからさ、しかもヒールも履いてるからめっちゃ引きだったくない？めっちゃ引きだった、全身入れようとしてるからめちゃくちゃ引きだった、背高すぎて。ユミリンさんか見てないや、そこまで。こんにちは、ざっとは見たけどそこまでちゃんとは見てない。そう、もう発売してるけどランダムだからね。まあトレードとかして、ト
トレードとかするともありますけど、そう背高いし10センチぐらいのヒール履いたから引きの写真がめっちゃ引いてる。でもウェディングのさ、その生写真出たということはグッズも出そうじゃない？いつもさ生写真の衣装でグッズ出るじゃん、何かしら何かしら、サンタとかも出たしアニマルとかも出たし、大学生衣装とかもグッズ出たし、そう引きの写真比較してみたらめっちゃ引きです。私そのおかげで顔が小さい人みたいな、頭がめっちゃ引いてるから。ジャックさんたい焼きありがとうございます。大人組確かにリアルだよね。25とか結婚してる人いるもんね。まだ全員分は確認してないや、後で確認してみよう。アイコジ確かに2期の一番お姉さんですからね、パセリと。そう、私背高いから頭身めっちゃいい人みたいな、頭ちっちゃくない？背が高すぎて。あら、たい焼きありがとうございます。すごい元気なたい焼き、元気なたい焼きです。元気なたい焼きですよ。出産シーン風。こんにちは。ベホーゲノさん、ヤスルパンさん、ありがとうございます。焼きたての元気のたい焼き、焼いたら元気じゃないよね、もう焼く前、焼く前はたい焼きじゃないな。菅さんのようなバラエティ目指してるのって、そうだよ、あなたの好きな愛子様が。あ、今日むくんでるな、二重が薄い。バーガーキング食べたけんかな。こんにちは。なぜか緑、抹茶じゃない？抹茶のたい焼き。うん、たい焼きの被り物は違う、それは1位にならないと思う。たい焼きの被り物はたい焼きランキング、たい焼き女王にならないともらえない。え、なんか塩分高いものとかたくさん食べたらむくみそうじゃん、知らんけど。そう、無料のはたい焼き女王のやつ、かつあの
大福の方も、あの大福の方にも反映されるので20万ポイントも、そうフルーツ大福、いやたい焼きの被り物はいらない。まあそのたい焼きランキング1位になったらね、そのショールームのお仕事とかもいただけるからすごいなと思うけど、めちゃめちゃ、あ、リボビタン D のシール、めちゃくちゃ強いので、工藤理子さん、たい焼きの被り物、この前広島で泊まったホテルのエントランスに落ちてました。誰が被るの？そう、集めてるよ。無料のチャレンジからもらえるやつがあるので、私を食べてってやりたかったのかなって。たい焼きじゃなくてもよくないそれ。もらってきた、投げて投げていい。トラさん、たい焼きありがとうございます。今はいらないね。タワーよりはヤンマガさんをぜひ見てください。延長、延長してください。あ、たい焼き好きならね、髪留めとか嬉しいんだろうけど、別たい焼き100日延長しましたって意味変わってくる。レッスン最中にお腹空かないって、エスクだろうからレッスン前になんか食べる。そう、タワーで200日分めちゃめちゃポイント入るのね。一日店長みたいな、100日延長しました、長いし、しましたみたいな軽い気持ちでできない。100日ルイさん、たい焼きありがとうございます。たけるくんありがとうございます。あれ、たけるくん10個しか投げてない。あと10個は誰に投げるのかなっていう前に来た。ね、あと20個もらえるはずなのに、なんで10個取ってるの。酢豚定食食べてます。お、いいじゃん、定食いいよね。チェックしてた、素直に20個投げてくれる方たくさん。でもお腹すいたけどさ、食べ過ぎたらさ、なんか胃が痛くなるよね、ダンス前にね。20個投げた、見た見た。食べた後運動したらさ、胃
いらへんがさ痛くなるの。定食とか食べたら武尊くんありがとうございます。そうだからおにぎり1個とかパン1個とかがいいね。こう軽く何々定食とか食べたら。そう石丸さんたい焼きありがとうございます。そう軽めに食べる。たい焼きぐらいがちょうどいいね。それ言おうと思った。たい焼きでもなかなか売ってないからね。コンビニのスイーツでたい焼きあるけど、ファミマ。ケイさん、たい焼きありがとうございます。本田織のたい焼き屋さんあるねけどそこまでは。あれ前で書いたっけ。書いてないっけ。でもコンビニたい焼きあれ冷たいやつじゃん。なんかたい焼きもちもちたい焼きみたいなやつでしょ。デザートの焼きたてのやつが食べたい。食べるならこんにちは。あ、冷凍のたい焼き？確かに。ヒロさん、たい焼きありがとうございます。眉毛描きタイム。よいしょ。みんなは昼休みですか今。私の配信を名残惜しいけどこれで、あ、またね。あ、昼休み終わるよね1時だから。ライスさん、たい焼きありがとうございます。だよね、13時まで。だよね、だよね。前髪がめちゃ少ない。こんだけしかない。あ、睡眠時間。おやすみ。私は1時半ぐらいまでやるので。1時からは夜勤前睡眠の方。
きて弁当作り、え、弁当作っていくんだ、えらい。買っていくんじゃなくて、いや切らないよ。昼ご飯はレッスン前に食べます。今寝たら遅刻しそう。え、何時からなの？ベジータみたい。昔ベジータってやってたよ、こうやってウルトラマン、ウルトラマンです。これはこんにちは。ツイートする、ね、宮本さん、たい焼きありがとうございます。歌舞伎みたいですか？これはあげられない。失礼失礼。なぜかやよっぽい。なぜやよ、こんなことしてないでしょ。これ長いのがある。最近ドッキリグランプリでさ、いきなりなんだっけ、オールバックにしてみたらみたいなドッキリがあるんですよ。いきなりオールバックドッキリ。いそう。でも看護師さんとかちょっと待って、デコ広すぎてハゲてる。この辺ある、知ってる？あ、ドッキリグランプリのさ、いきなりオールバックドッキリ知ってる？バレリーナとか看護師さんとかこんなイメージあるよ。あ、坊主に見える。でも頭の形ね、多分綺麗なんですよ。頭の形こんな丸い、綺麗に丸い。ポニーテールとかしても綺麗に丸くなる。その看護師さんは病院に5人しかいないエリート看護師で、私エリート看護師。え、顔は別に小さくないよ。でもデコ広い。よし、だってもうこっからここまでとこっからここまでほぼ一緒ぐらいあるもん。お仲間、お仲間ですか。いや、今日流さんよ。今から整える。ジャックさん、たい焼きありがとうございます。整えるよ、今から。土踏みさん、たい焼きありがとうございます。不服そうですね。 そんなことないですよ。あ、1時になったからお仕事戻った方がたくさんいらっしゃるか。
また同じ会話ですけど、今月の生写真見ましたか？今月の生写真、よし、なんかボサついてる。最近たい焼き食べましたか？あ、でも食べたよ。なんか公園の時に食べたな。えーちゃん、たい焼きありがとうございます。本通りのたい焼き写真送った気する。なんかマネージャーさんが差し入れしてくれた。何の公演？この前の四国とチャートリの対バンだったっけな。よし、まあこんなもんかな。割と綺麗になった。あとはスプレーで、スプレーで固めたいですが、スプレーどこやったか。ここにはないか。ないな。この写真は売れそうね。あなたが好きそうだからもう一度話題にあげたのです。でもランダムだからね。ツヤでも出そうと。トリートメント、髪のツヤです。ツルツルじゃない、ツヤツヤです。パンテーン、ほらツヤ。そう、洗い流さないトリートメント、ヘアオイルみたいなもんですね。たい焼き、確かにアクスタとかも出そうだよね。良くない？推しのウェディングのアクスタすぐ売れちゃうね。誰がゲットできるかなっていう。重い、多分10人ぐらいしかゲットできない。多くて20人、20個ぐらいあるかな。アクスタだったら、アクスタ結構多いからね、量20、30。なんかパンテーンのやつですよ。ありきたりな匂い。受注にしてほしい。確かに受注の方が売れそう。チアとかも受注だったよね。チア、チアガール、確かに受注かもね。でもすごいよね、本物のさ、ブライダル衣装をさ、生写真になって着れるなんて。10人も宗之さんと結婚できるって話。はや、ゆきりかのポーズしがちのやつでね、あれが使われがちなんだよね。手の横に、多分こんなやつだよね。でも手の横に、手のとこに顔を持ってくることで顔が小さく見えるの。ほら、
私手がでかいから普通にパッて撮る写真よりもほら手でかいけんさ。猫さんたい焼きありがとうございますね。受注じゃなかったら誰がゲットできるか。口の横にグーのやつそんなんあったっけ。こうさすがにこうじゃないよね。手綺麗ありがとうございます。手大きいんですよ。そんな写真はないよね。表現間違えた。え、どんな写真？手の横にグーなんかあったっけ？どういうこと？口の横にグー。爪の形綺麗、ありがとうございます。そんなところまで。キツネみたいなやつ、あ、こう？こんなポーズしたっけ？こう？あ、見たらいい話なんですけどね。手大きいですよ、ほら大きいよね、絶対。これ iPad なんですけどさ、見てこんぐらいある。私はウェーブです、骨格だから肩幅狭め。え、顔が小さいんじゃないよ。だってほら iPad はみんな一緒じゃん、大きさ。ほら、でかいよ。片手で持てそう、頑張ったら。あ、指が長い、確かに。手のひらは大きくない。確かに。 iPad ミニじゃないですか、普通のやつ。こんにちは、ね、どうやって手の大きさを表したらいいか分かんないけど。そう、ピアノしてたからね。ドからレかドからミーまで届きます。1オクターブちょい。ちょっとブライダル衣装見てみよう。こうか。どうからレイまで。めっちゃ足長く見える、ウェディングドレス。ヒールが隠れてるから。この高画質のやつメールでね、たまにねサンプルくれるときあるんですよ。今月の名前写真のサンプルですって来るかな。欲しいよね。そう、何パターンめっちゃあった。名前写真撮影場所に行ったらウェディングドレスがもう20着ぐらいあって選べるんですよ。私キラキラのやつ着た。そう、選べるよ。いや、全部白ですね。けど肩が出てるやつとか出てないやつとか、え、ばあちゃんにあげたりしないよ。二の腕が隠れるやつとかもあるね。
みんな可愛い。これあのあれしてたんですけどね、白飛びして見えないね、この画像じゃ画質荒いから、あのあれ、いつもの癖で後ろから見てこの子かなと思ったら浜田さんだった。わ、推しを間違えるなんて。どの子だ浜田さん。全然似てないよ。ソガーさんの上はこれ浜田さんじゃないですよ、これはあれですよ、リッチャーさんですか。ソガーさんの上、ソガーさんの右が浜田ちゃんですね。だから3期生入ったけんもっと当たりづらくなったのか。1期生さんとさ、ドラフト3期生さんと2期だけやったらさ、まだ2期生の当たる確率めっちゃあったけどさ、3期生14人入ったからめっちゃ当たらん。前はさ1期生ドラさんさんと2期だけだからさ、半分2期じゃん、半分の確率で2期だったけど今めっちゃ低いじゃん。選べるじゃん、え、天才じゃんこれ、2期生だけとか選べるじゃん、めっちゃいいやん。え、前まで選べんかったくない、ずっと選べてた。え、これは天才すぎない、だって2期生じゃんみんな狙ってるの。え、かなり前からそうなの？へえ、優しいじゃん。じゃあ割と他のグループそんなあんまないよ、坂道さんとか。確かに 2.5 越しの人ね、4分の1じゃん。10パックぐらい買ったらコンプしそう。4人しかおらんけんさ、1パック5枚入りだから1パックで2枚ぐらい押し当たりそう。ナーモさん、たい焼きありがとうございます。私は生写真好きだから買いたくなるけど買わない。じゃあ16分のでいいんだ。だって 4種類、4人しかおらんかったらさ、1パック買ったら2枚ぐらい押し出そうじゃん。5枚入りでしょ、2枚ぐらい押し出るよ。3枚。こんにちは。私 B 型じゃないです。メンバー割引 YXZ さん、たい焼きありがとうございます。他のグループさんの生写真はたまに買ったりするけど、 STU はいいかなっていう。
なんかめっちゃカラス鳴いとんやけど。お腹鳴る。めっちゃ鳴いてるよ。お腹も鳴ってる。でも買ったらさ、トレードとかもできるじゃん。推し以外。やってないのかな、SPU は。あ、生写真の在庫めっちゃあるわ。朝ごはん食べてないです。現地取りとかあんまなさそう。 SDU生写真を買ってるっていうか集めてる人が少なそう。そもそも今カラスが多いってテレビでやってた。へえ、そんな時期とかあるんだね。あんま見かけない。でもなんか坂道さんとかはトレードがめちゃめちゃそう。なんかブルーシート引いて求め誰々とか書いて結構ガチガチなんですよ。トレスペースとかもあって人だかりがめっちゃあって、生写真買った人に声かけてくる。まるまる持ってませんか。ルカさん、たい焼きありがとうございます。めっちゃ腹減ってるのかなって。え、そんなにはなってないよ。もう止まってるよ。そんなにはなってないで。でも昨日の配信の後に体重を測ったんですよ、宣言通り。ならやっぱ少し重かったよ。ちょっと太ってたから食べる量減らそうと思って。思いましたね。やっぱ食べた後のすぐ寝るっていうのが良くないな。消化されないから、消化されずに脂肪になっちゃう。あげー。体重話すメンバー、え、でも何キロかは言ってないから。でも一番痩せた時より7ぐらいは増えてたね。今日のレッスン長いから大丈夫。そうね、全力で動こう。
そうなんです。まあ太ったら終わりではないんですけど、クラブピーナッツはやだ。明るいところで寝ると太りやすい。そんなことないよ。なっちゃんとか毎日電気つけて寝る人だけど太ってないし。そんな関係ない。あ、お腹鳴りそう。太ったらモテないから。太ってもモテる人はモテるの。太ってるけどモテません。だから太ってる人でもモテる人はモテるのって言ったの。太ってる人はモテるの。私は痩せてもモテないのでモテません。違う間違えた。痩せません。女の子は痩せすぎても良くないよ。あ、優しい。そうだね。そうやっている人が素敵ですね。モテます。太ったら終わりだからとか言う人よりもね。だるまるまんさん、たい焼きありがとうございます。女の子は痩せすぎてもよくないよって、遅えよ。思ってもない言葉を。モテません。でもモテようとしてないんじゃない。本気でモテようと思ったら女性がたくさんいるところに行けば誰かしらにモテるよ。女性がそんないない環境とかで過ごしててもモテない。そもそもね、女性がいないんだから。それはどこですか。確かにどこ行けばいいんだろう。女の子が集まるところ。たい焼きありがとうございます。 Thank you。 読めないな名前が。キャンクラリプリントーさん、たい焼きありがとうございます。女性専用車両？女性専用車両とかってさ、もう関係なくない？なんか都会に行って思うんだけど。女性専用車両って書いてるけどさ、全然男性いるくない？
ゆきさんたい焼きありがとうございます。やするぱんさんありがとうございます。時間なの？女性専用車両は女性だけだったことないですよ。時間決まってるんだ。でもこういうさ他県から来た人はさ知らんやん。そんなさけん女性のだけの時間に入ってしまいそう。朝かちょっと前髪切ろう。前髪切ったってちょっと長いところをね。前よいしょ。お腹がめっちゃ鳴る。何が食べなきゃ。今日夜はそうね遅めになるので夜は短めです。でもこの時間に1時間やってるから。こんにちは。そろそろお仕事行ってきます。行ってらっしゃい。1時半か。何食べようかな。めっちゃ時間あるよ。でもな太ってたしな。ルーチさんたい焼きありがとうございます。軽いパンでも食べようかな。久しぶりに生写真チャレンジ。おやるのかい。めっちゃカラス鳴いとんだけど。ずっとゆきさんフッカルって某メンバーが言ってた。そう私はフッカルだよ。誘われたら行くよ。リコチでしょ。そう昨日ねかき氷に行ったんですけどね、なんかレッスン終わった時にリコチが誘ったらしい。パセリとかアンナとかをかき氷行きたいって。そう私は行く予定なかったけどレッスン終わって帰ろうと思ってレッスンシューズから靴に履き替えてるところで、そうかき氷の味の話をしてたからリコチがかき氷行くんだって言ったら、え、ゆきりかも行くって言われて、行くって絶対行かないと思って聞いたじゃん。でもまあ3人だったから4人の方がなんかいいじゃん。歩いて行く時とか22で。
3人よりも3人で会話ってむずいからさ。そう、もう家に帰ろうってところで、え、ゆきさんも来るって言われたから、え、行くって言って行ったの。ふっかる、かき氷、そう、テーブル用に席だった。3人ってなんか難しくない？3人で話題盛り上がるのちょっと難しいし、歩いていくときに3人で横列にはなれないから喋りづらい。3人って3人ってね、なんか2対1になりがちなんですよ。そう、テーマパークとか行ったりした時とか、こっちと喋ってる時に一人が孤独を感じてしまうみたいな。別に悪意はないけど、一人のこと喋っててなら一人がその間一人になってるみたいな。けど4人だったらどの22のペアとか、3人でさ歩いて行ったんだけど、3人で喋りながらとかむずいじゃん、広さ的にも。そう、通行の邪魔になる。2人くらいの会話ぐらいだったら、私アンナと喋ってた。アンナ、3人組ね。3人組ってね、1人がもう1人で喋ってたら1人はね、何もあれだから。あんな、昼ご飯何食べよう。1個食べたいものをあるから買いに行こうかな、時間あるし。いや、たい焼きじゃない、たい焼きはちょっと。バーガーキングじゃない。メールで送るね、何食べたか。空いてるかな。ってことでそろそろ終わろうかな。皆さん、チャレンジのたい焼きはもらってきてくれましたか？そしてヤンマガも引き続き見てください。あと2日ぐらいで1週間です。ヤンマガ公開からたくさん見てください。パフェイマシということで、私はレッスンへ行ってまいります。まだだけど厳しい。いっぱい5個痩せるように。太っちゃった。ところでランキング読みます。夜勤が頑張れるおまじないもらえますか。ちゃんと録画してたか。13位トナくん、12位アキヤンさん、11位ヨモリンさん、10位スーさん、9位ミキヤくん、8位渡辺さん、7位理化学研究者さん、6位リチャさん、5位プリントーさん、4位ルイさん、3位おてもちゃん、2位坂道ファンクラブさん、1位ヤスルパンさん、ありがとうございました。お腹すいたからご飯食べよっと。菊池太陽さん、たい焼きありがとうございます。ってことで、それではそれでは午後も頑張りましょう。金曜日ですね。雪にかウェディングゲットしたいね。アクスタとかあったらめっちゃいいよね。ありそう。しかも終わります。
バイバーイ。頑張ろう。